事故があったのは長崎市福田本町の国道202号で、昨日午後8時ごろ、34歳の男性会社員が運転するバイクがイノシシと衝突しました。警察によりますと、男性は全身を強く打ち、市内の病院に搬送されましたが、命に別状はないということです。現場は山あいにある道路で、街灯はほとんどなく、バイクの近くでイノシシが死んでいるのが見つかりました。この地区周辺ではイノシシがたびたび目撃されているということです。